どうもテレです。新三国無双2味方全員生還を目指して頑張っていきます。コートの続きですね。やっていきましょう。さ、関千里港ですね。ここ味方いないよな。自分だけですね。そうですね。なので士気高すぎだろこいつ。なのでまあ自身が死なないことですね。で今回武器どうしようかな。まあ4武器でいこうか。で死なないことなのでカッター持ってって、まあ防御力いいかな、このままでも。じゃあ行きましょうか。カンはもう行ったのか。ああ、追うのか。奴は危険だ。お前も分かってたな。それだけか。カウン、待て。曹操の恩義にはすでに報いたはず。褒めるな。ならん。お主が行けば猛徳の災いとなる。ならばまかり通る。まずは、まあ、カウの方に向かっていくんですが、この場所はどうしようもできないもんな、確か。あ、そうか、諸君の守備隊が来るのか。あ、よかった、弓がいるんだ。これ武将いるのかな。いないの。これ武将出てこないの。これカウン倒して終わっちゃうやつもしかして。まあそれでもいいんだけどね。連れ戻しに来たが、やはり貴様を倒す。やむを得ん。いざ。まあそうしようか。簡単なところはすぐ終わらせようか。いってえ、やべえ、今のコンボは強いって。いや、お前いいね、この親衛隊がね、この邪魔をしてくるのがね腹立つんだけどね。終わるわな、そう終わるわな。見事だ。この首持ってまいれ。お前の首などいらん。持っていこうにもヒゲが邪魔だ。簡単に終わっちゃったよ。まあまあいいか。1分12分12秒ってマジか。すぐ終わっちゃったな。まあこれでカウン千里港はクリアですね。次あれじゃないですか、合皮の戦いですね。あの地獄の合皮の戦いですよ。まあ相当リトライするだろうな。あ、次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。今回もね NG シーンはありませんので、このまま終了とさせていただきます。